あー、いい香りだ。入れていきます。はい、いいんじゃないのこれ。どうも、料理のおじさん、リュウキです。今回はですね、なんとコラボでございます。何のコラボかというと、なんとですね、ゲームのコラボですね。今回はですね、僕の大好きなテイルズシリーズのコラボでございます。ありがとうございます。ゲームのコラボは夢にまで見てたんですけども、まさか最初にやっていただけるのが僕の大好きなテイルズシリーズだと思いませんでした。ただですね、僕ですテイルズシリーズは昔からやってるんですよ。料理がね、できるんですよ、テイルズって。料理システムが毎回あって、で、その中でテイルズをやったことある方絶対知ってると思うんですけども、麻婆カレーっていうレシピがありまして、僕の一番最初のデビュー作のレシピ本に麻婆カレーって載ってるんですけども、あれはですね、テイルズをプレイして作ったレシピです。そして僕が料理家人生の中で一番美味しいと思ってる料理もこの麻婆カレー。それぐらい自信のあるレシピです。今回はこれから出るね、9月に発売するテイルズのアライズですね、出てくるですね、この麻婆カレー、至高の麻婆カレーっていいですね。これですね、本当に美味しいです。これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。麻婆なんで、豆腐です。お豆腐ね、今回絹豆腐使います。僕が絹豆腐好きなんで、ご飯と食べた時にね、すごく口当たりがいいので、僕は絹豆腐を使うんですけども、もし作り置きしたいなっていう方は木綿豆腐の方が崩れにくいんで、木綿使っていただいても大丈夫です。はい、豚ひき肉ですね。麻婆カレーなんで、今回ひき肉を使います。カレーにひき肉ですね。はい、あと長ネギです。はい、大体ね、カレーって玉ねぎを使うと思うんですけども、今回麻婆なんで、麻婆カレーなんで長ネギ、そして香り出しにニンニクですね。はい、あとはこちらに、調味料ありますけども、まあこちら概要欄で説明して、いきますんで、よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、今回テイルズ、コラボということで、テイルズといえばですね、まあ、豊富なアイテムがあるんですけども、今回ですね、僕もアイテムを使いながらね、やっていきたいなと思いまして、多分シリーズ全部出てるんじゃないかな。死んだ仲間を生き返らせるね、ライフボトルっていうんですけども、僕ね、まだね、お酒一滴も飲んでないんで、ほぼほぼ死んでるんですよ、僕。なので僕を生き返らせるために、僕流のライフボトル、これを飲みながらやっていきたいと思います。入れていきます。私を生き返らせていきます。いただきます。生き返るわ。あ、もう方天空打てるわ今。ということでやっていきますよ。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、お手元のリムロスでね、僕ソーディアンなので、これを、切っていきます。で、これをこう切っていきますね。僕はね、こう包丁を入れてみじん切りにしていく感じですね。ね、ネギはね、そこまで、もう細かくしなくても全然大丈夫なので、あと煮込んじゃうんでね、はい、まあ、あらかたみじん切りになっていけば大丈夫です。はい、こんな感じ、双流レンガ丼のことね。でね、ここら辺はね、ちょっとちょっと輪切りになっちゃったんで、ちょっとチリサザメしていただいてね。チリサザメ、多分ね、テイルズ分かんないと、全然分かんないと思うんですけど、今回こういうのってやらせてください、本当に。はい、みじん切りにしてくださいっていう意味です。はい、はい、こんな感じですね。今回はね、玉ねぎじゃなくて長ネギで 甘みを出していきます。はい、どちらかというとね、麻婆カレーなんですけども、僕の麻婆カレーは麻婆寄りのカレーなんですね。ニンニクですね。はい、で、こんな感じ、潰してからスライスですね。はい、ニンニクをね、炒めるとね、すごく香ばしさが加わりますんで、これをね、入れていきます。長ネギは甘みと香りですね。やっぱりね、麻婆豆腐とね、カレーを合わせるっていうとね、どちらかというとね、やっぱりどうしてもね、カレーが勝ちがちなんですね。なんですけども、僕の、この麻婆カレー再現レシピだと、麻婆豆腐を結構強くして、カレーの香辛料に負けないような、感じで作ってます。はい、で、ニンニクはこんな感じ、粗みじんな感じで大丈夫ですね。もう切るのはもう大体これかな。今回絹豆腐を使いますの
ので、ティン豆腐ってね、すごい崩れやすいんで、煮崩れしやすいんで、一回ね、このお湯で茹でると、すごくね、こう、表面がキュッと締まって、煮崩れしにくくなりますんで、ちょっと、ね、下茹で、ちょっとね、面倒なんですけども、これやるとね、全然崩れるのが防げますんでね、これちょっとお塩入れてください。僕も進化するっていう感じですね。はい、で、これで、ちょっとね、繊細な剣技でね、ちょっとやっていきます。これ、はい、まあこれぐらいのさいの目ですね。これぐらいの、あんまり大きいと崩れちゃうし、あんまりちっちゃい と、豆腐の存在感がなくなっちゃうんで、これぐらい、 1.5cm 角ぐらいかな。で、ポトッと入れます。手の上で切ってますけども、もし心配な方はまな板の上でも全然平気なんでね、こんな感じで切っていきます。はいはい、はい、でこれでね、ちょっと、もうこれで沸騰するぐらいまで、茹でる、そうするとですね、煮崩れしにくく、あと食感がプルプルになるんですね。はい、なんでこれは茹でていきます。ちょっとね、別のところで茹でていきます。次はですね、まずね、麻婆豆腐を作っていくんですよ。フライパンに油を引いてですね、火はね、中火で大丈夫。そしたら、ここにひき肉、豚ひき肉です。入れてください。はい、すいません、サラダ油ね、大さじ1ぐらい入れた方が良かった。大さじ1。これね、ちょっとね、お塩。ひき肉に少しお塩。よし、こんな感じでね、はい、炒めていきます。で、ここでね、しっかり炒めます。これすごい重要です。しっかり肉を焼いて、焦げ目をつけることによって香ばしさをつけていきますね。はい、途中までは本格的な麻婆豆腐を作るのがポイントです。はい、ですね、こうやって焦げ目がついてくるじゃないですか。これ重要です。はい、炒めて、じゅーっと焼いて返して、じゅーっと焼いて返してを、少し繰り返していきます。火はね、ちょっと強めで大丈夫です。ニンニクを入れます。ニンニク入れて、見てください。このひき肉がパリッと焼けましたね。こんな感じで。これがね、美味しいお肉になった証拠なんです。はい。そしたらニンニクを入れて香りを出して。で、ここで、調味料を入れていきます。豆板醤。最初に豆板醤入れます。最初に豆板醤を入れます。はい。豆板醤で辛味とコクをつけていきますね。はい。で、豆板醤を入れて、炒めて、欲しかったら甜麺醤はね、このお砂糖が糖分が入ってるんで、ちょっと焦げやすいんで、はい、でやっていきますね。で、ちょっといって香りを出していきます。はい、そしたらで、ラー油です。で、今回の、麻婆カレー結構辛口です。なんでですね、ちょっと辛いのが苦手だなっていう方は、このラー油なんですけど、ごま油に変えてください。はい、僕は辛いの好きなんで、ちょっと辛めでいきます。はい、ラー油、これで辛み と、コクを出していきますね。はい、あー、いい香りだ。で、ここからは、そんなに強い火じゃなくていいです。ちょっと弱めの火でね、ちょっとやってみます。全体の調味料がこのひき肉に絡まって、これいい、この肉味噌になるんですね。はい、そしたらですね、水ね、 250cc 入れます。はい、あと調味料も加えていきます。お酒ですね。お酒、ちょっとね、香り出しのお酒入れます。で、これね、隠し味、蜂蜜を入れていきます。これ甘みが少し加わるとすごく美味しいんで、で、蜂蜜もですね、ちょっと甘い香りもつきます。はい、これポイントです。これはね、麻婆豆腐には入れないんですけども、麻婆カレーはね、この蜂蜜が非常に重要です。甘みが入った方がね、ちょっとカレーって美味しいので。はい、そしたらここにカレー、はい、僕
いつも使ってるやつ、はい、で本来はね、あの麻婆豆腐ってこの時点で、まあ、豆腐入れてね、片栗粉で、とろみをつけるんですよ。なんですけども今回はね、片栗粉の代わりにこのカレーのルーでとろみをつける。これね、中華やってる方とか、中華詳しい方は分かると思うんですけど、途中までマジで普通の本格麻婆豆腐なんですよ。でここにカレールーを入れる、これでですね、最高の麻婆カレーができます。これどういう風な味するんだろうって皆さんすごく思われるかもしれないですけども、マジでうまいからこれ。はい、そしたらカレールー溶けて、いい感じの、カレーになってきました。ここにお豆腐、さっきまで茹でてたお豆腐です。こいつを入れます。これをね、やることによってね、お豆腐角がねピンと立ちますので、はい、こんな感じです。豆腐はね、2、3分で、もう入れて沸騰してきたら大丈夫なんで、うん、ただ今回は調理の工程上5分ぐらい煮たけど、はい、であとはこうやって豆腐を崩さないように混ぜていく、はい、で全体が、なったら、あーいいですね、このグツグツ感が、イラプションって感じですね。何で、ここに長ネギ入れていきます。はい、で長ネギ入れてからもこうお玉でガンガンこう混ぜるんじゃなくて、こうまあ煽ったり、まあもしくはこういうヘラでこう優しく混ぜないとお豆腐がね、すぐ崩れちゃうんでね、はい、で崩れるのがちょっと怖いなっていう方は木綿を使ってください。木綿は木綿でね、美味しいんで。でちょっとね味見してみる。これあ、完全にこれ全開ですわ。これは HP と TP が全部回復するから、はい、じゃあ持っていきたいと思います。じゃあですね、ご飯ね、もう用意できましたんで麻婆カレーを持っていきます。これね、ご飯との相性がいいんですよ。まあ僕なんかね、これだけでつまみに食えますけどね、これだよこれ。これ僕の渾身の料理ですね、麻婆カレー、完成です。はい、それではできましたので、早速出来たて食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと次パナシアボトル、はい、パナシアボトルにします。パナシアボトルは状態異常が回復するんで、はい、ちょっとね、このスタジオちょっと暑いんでちょっと状態異常が回復していきます。じゃあちょっといただきましょうか。じゃあ皆さんいただきます。うまいこれですよ。うまい、これは本当に最高です。もうね、全回復、本当冗談抜きで僕のレシピの中で一番うまいと思う。味的にすごく奥が深いんですよね。最初にものすごくちゃんとした麻婆豆腐を作って、でこのとろみつけのところにカレールーを使うんですけども、もうね、香辛料がねものすごいいっぱい入ってるんですよ。これって旨味が全て複雑に絡み合って、もうね、多分ね、食べたことない味すると思います。こんなに美味しいのかってなると思う。でもね、これね、僕がリテイルと出会わなければ作らなかったレシピなので、本当に自信あります。しかもね、これね、行き着くまでに相当僕やってるんですよね。これはね、本当にもう思考とつけても全然もういいぐらいですね。そしてですね、さらに追いスパイス、
あのホワジャオです。はい、もともとねこの麻婆豆腐にかける香辛料なんですけども、これねかけてください。さらにねオリエンタル感が増してすごく美味しい。うん、これさらにスパイシーなホワジャオのカレーふわっと香って、俺もうねこれ専門店も出してもいいと思う。本当に本当にこれみんなに食べてもらいたい。本当にうまいから。これ作り方もまあちょっとね材料はね揃えるものがあるんですけども、作り方としてはねそんなに難しくないです。皆さん作れると思います。これはうまい。もうねダオス倒せるよ。でですね、なんと今回はテイルズオブアライズとの、コラボということですね。なんと私が作った、この麻婆カレーですね、なんとですね今回テイルズオブアライズの開発チームの皆さん、はい、そしてですねプロデューサーの、富澤さんにもですね食べていただけるということで、はい、正直めっちゃ緊張します。はい、これ大丈夫かなっていうのもありますけども、その様子はですねテイルズ公式チャンネルにてですねその模様を放送させていただきますので、こちらね概要欄にも貼っておきますので、ぜひそちらも、チェックしてみてください。とにかくですねこの麻婆カレー最高に美味しい仕上がりになってます。僕とテイルズの思い出が全て詰まった麻婆カレー、これ本当に自信作です。味は保証します。もう至高シリーズ以上に美味しい。どんだけうまいんだっていう感じなんですけども、こちらぜひテイルズオブアライズねプレイしながら食べると最高に美味しいと思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。テイルズシリーズはねいつも、ね、料理がね出てくるからね。僕だってあのエターニアの最後ですあのリットがさあのねあのパラのオムレツが食べたいって言って、こう終わる、なんか倒すんだよね、確かね。俺もう、ごめん、20年前ぐらいだからちょっと忘れてたんだけど、はい、それ、そう、それを見てオムレツ作れるんだと思う。それぐらい好き。エターニアが一番やり込んだ。まあもう、料理研究家のワンダーシェフなんだ。ワンダーシェフ名乗ろう。今日はワンダーシェフ。あ、2回目の動画はワンダーシェフリュウジです。どうしよう。だんだん記憶が蘇ってきた。こうなってくると完全なオタクに戻っちゃうんだね。すみません。自分のチャンネルだからやりたいようにやってます。